今日は病人が楽器によって体力をどれだけ回復できるか、また年を取ってから50を過ぎてからジャズに無謀にも挑戦しようというシリーズの中で、クラリネットのマウスピースを入手しましたのでご報告いたします。今日アメリカからニューヨークからブラックジョーっていうんですかこと、ジョー・バッサロさんという、ニューヨークのリフェイサーの方がいます。リフェイスっていうとまず第一に皆さんセオ・アニさんが出てくるんじゃないかと思いますが、ほとんど知られていないと思いますジョー・バッサロさん、ジョセフ・バサオさんですね本名は。まあジョーと呼んでくださいと言ってますのでジョーでいいかもしれません。しかし敬意を表しましてジョセフ・バッサローさん、ミスター・ジョセフ・バッサロー、こう呼びたいと思います。早速開封の儀です。はい、でこれ何を私が買ったかと言いますと、こんなになってますね。よいしょ。これを剥がしてみます。はい、出てきました。よいしょ。ちゃんと映りますでしょうか。ベニー・グッドマンのマウスピースです。こちらにちゃんとピントが合うかしら。ベニー・グッドマンとここに書かれてあります。で真ん中にイニシャルの BG と丸く囲ってあります。でここに星がついてますね。とっても古いものなんですけれども、ジョー・バッサロさん、ジョセフ・バッサロさんがリフェイスと、あとティップが欠けているのでリペアをしたと書いてありました。これを私は今回うまく映りません、購入いたしました。でティップが欠けてるのを修正したっていうんですけど、全然見たところ分かりません。本当に裏から見てもまず分かんないですね。ちょっと写りが悪いですね。まあ肉眼で見た限りでは全くわからない状態です。それだけやっぱり腕が確かなんだと思います。ミスター・ジョセフ・バッサローさん。この人はどういう方かと言いますと、見えますでしょうか。ブラックジョーと書いてあるんですね。これ白髪の紳士です。でいろいろとこうマウスピースが並んでいます。こういうものをまあ eBay でもって今販売してるんですけれども、ミスター・ジョセフ・バッサローさんは元はハイスクールのバンドリーダー、なんていうんですかね、いわゆる顧問をしていたらしいんです。で退職をされまして、自分の好きな模型の船を作るのが趣味らしいんですけれども、模型の船っていうのはやっぱり細かい小細工が必要な作業ですよね。でそういったことと、あと自分が好きな吹奏楽のバンドに必要なこのマウスピースの修繕技術っていうのを船の模型を作る上で非常に役に立つからということで始めたらしいんですけれども、近々台湾の技術者と共同をしてマウスピースの会社を起こすことが着々と進んでいるそうです。なので、まあ今とても瀬尾兄さんのマウスピースを買おうとするとものすごく高くて買えないわけですけれども、今のうちにジョー・バッサロさんのマウスピース買っておくとちょっとお得かもしれません。将来プレミアがつくんじゃないかなんて、そこまで期待できるかどうか分かりませんけど、まあどれだけ、立派なお仕事をされてるかっていうことは分かるんじゃないかと思います。で私なんかにはとってももったいないぐらいなんですけれども、とにかくこの、ベニー・グッドマンのマウスピースっていう、それだけで私、ジョー・バッサロさんがどんな人かっていうのを知らなかったんですけれども、このマウスピース欲しさに入札をしましたら、実はリフェイサーなんだっていうことを教えてくれまして、でもともとは学校でバンドの仕事をして顧問をしていたんだけれども、退職して、悠々自適の生活を送りながら模型の船を作ったりマウスピースのリフェイスをしたり、あとは今地元のバンドリーダーをやってるらしいです、ビッグバンドだそうです。おそらくは高校のビッグバンドを長年指導してこられたその経験がとっても生かされていて、バッサロさんの今リーダーをやっているバンドっていうのはおそらく非常に素晴らしいんじゃないかと思います。でこのベニー・グッドマンのマウスピースといいますのは、実はクラリネットのいわゆるジャズクラリネットの方の、フォーラムなんかを見ますといろいろ謎があるマウスピースになってます。ある人はシェデビルのマウスピースだっていうことを言う人もいます。またある人はセルマーだっていう人もいます。またある人はどこのメーカーで作られたんだかわからなくって、全く謎に満ち溢れてるっていうことを言う人もいます。で実際にベニー・グッドマンが何を使ったかっていうと、イギリス製のホーソンを使ったっていうのと、あとはセルマーの HS スターっていうんですか、星が2つついてる、それを使ったっていうことは間違いなく分かってるんですが、このマウスピースを本当にベニー・グッドマンが作ったかどうかは使ったかどうかは定かではありません。どうやら1955年ぐらいに作られたであろうということまではおぼろげに情報が出ています。まあとにかく私みたいな人間にとってはベニー・グッドマンと書いてあるだけで嬉しいわけですね。早速ではどんなマウスピースかくっつけてみたいと思います。それで私のこのクラリネットなんですけど、これは実は河合のクラリネットになってます。で、河合のクラリネットっていうのは実は河合楽器が販売したわけですけれども、製造元は、イタリアのオルジーになってます。で、河合の管楽器っていうのはまあいろいろ意見が分かれるとは思うんですけれども、私としてはかなりお買い得なんじゃないかなと思います。このクラリネットですとオルジーで作ってますし、サクソフォンの場合ですと、B&S ですとか、あと確かあれはイダマリア・グラッシーだったかな。とにかく B&S ともう一つイタリアのどっかの会社に、生産を委託してたんですね。だから B&S の楽器を買おうとか、オルシーの楽器を買おうとか、あるいはイダマリア・グラッシーを買おうっていうと結構な値段かかっちゃうわけですけど、河合という名前がついてるために安く売られてる楽器っていうのはお買い得だと思います。あとこれ私今リードをこの瓶から出しましたけど、これ実は勝手に実験してるんですが、本当はラム酒がいいという噂なんですけれども、実はこのリードが悪くなっていく、だんだん使えなくなっていきますね。その原因はこのケーンの中に含まれている糖分がだんだんなくなっていっちゃうから、それでダメになるっていうことが分かってるらしいので、だったらその糖分を補給してやったら長持ちするんじゃないかっていう、その好奇心から、ちょっとこれをやってみました。昔からラム酒につけるといいっていうのがこうジャズマンの間では噂としてあったわけですけれども、我が家にはちょっとラム酒ありませんでしたので、ちょっと度数が強い透明のお酒っていうとテキーラがありましたので、テキーラに砂糖を混ぜて瓶に入れて、でこれでちょっと浸して実験をしているところです。まだ1週間ぐらいなんですけれども、果たして本当に長持ちしてくれるかどうか、これはあとまあ1ヶ月2ヶ月3ヶ月したら結果が出ると思います。無駄な努力に終わるのか、本当に効果があるのか。でこれはラム酒を使っても同じかもしれませんけど、私は、テキーラに砂糖を加えてみたわけですけど、やっぱ舐めると甘いです。で糖分がいっぱいつきますので、このマウスピースに当たる部分は砂糖だらけでベタベタになると思いますので、ちょっとは事前に拭いておきます。で早速にベニー・グッドマンのマウスピースにリードを入れてみます。ちょうどリングのところにベニー・グッドマンのイニシャルが燦然と輝いている、そういう状態になるわけですね。この星印は何のためにあるのかちょっと分かりません。まあもともと私腕が悪いもんですから、せっかく素晴らしいマウスピースを購入しても役に立たないかもしれないんですけれど、ちょっとどんなんだか自分でも試してみたいのでやってみます。やっぱりすごいです。クラリネットの場合は楽器持ってる方はよくご存知の通り、ここのなんていうんですか、レジスター音域って言いまして、クラリネットの場合3つ音域あるわけですけど、このレジスターキーを押しながらこのラのキーを押さえる。B フラットですね。B フラットからナチュラルの B に行くっていうのがスラでやろうとするとものすごく難しいんです。私もバンドーレンの 5RV、 これがクラリネットの定番のマウスピースっていうことになってますので、いわゆる量産品の 5RV を使ってましたけれども、どうしてもこの B フラットからナチュラルの B に行くっていうところでね、一回途切れてしまうんですね。スラとかレガートでできないのが悩みなんで、ずっともうこういう楽器だからしょうがないのかなと思い込んでましたけど、ちゃんとしたジョセフ・バッサロさんがリフェイスしてくれた、調整してくれたマウスピース、これ素晴らしいです。ちゃんと私でもCのフラットからCにきれいにつながりました。下っていく時は何使っても楽なんですけど、登っていく時に大抵途切れちゃうのが悩みだったんですけど、これは本当に滑らかに上がってくれます。これね、 CCCC っていうのは絶対できなかったんですけど、このマウスピースだとできます。やっぱりまあいろいろアルトサックスでいうとメイヤーの5番の MM が定番とかって、あとクラリネットだとバンドーレンの、5RV ですね、言われますけれども、ただこのお店で買ってくるだけじゃなくって、きちんとマウスピースの調整をしてもらうっていうのはこんなに大事なことなんだっていうことが初めて分かりました。いやこれは本当感動しました。ベニー・グッドマンにね、ちょっとでもまあ近づくっていうのは絶対無理な話ですけど、グッドマンの曲ができるようになれたら嬉しいなと思います。ダメですね。まあお粗末なんでよく練習してメモリーズ・オブ・ユー吹けるようになろうと思います。ジョセフ・バッサロさん、本当ありがとうございます。 Thank you, Joe. That's so nice. Thank you so much. まあこれで病気に伏して、日々頭抱えて頭痛いって思いながらなかなかやる気が起きない毎日でしたけれども、20年間ずっとそうでしたけれども、まあこういったことがあるとまあ何て言うんでしょうね、実際は現実逃避になっているんだとは思いますけれども、まあちょっとした生きる勇気って言いますか、できなかった楽曲ができるようになるという、それだけでも嬉しいので、ちょっと前向きに生きていける日々が最近続いております。病気で悩んでる方、なかなか外に出られなくって、困っている方、また精神を病んでる方ですとか、あとは年を取ってから老後の楽しみでジャズをやってみたい、吹奏楽をやってみたいっていう方いらっしゃいましたら、私と一緒に頑張ってみませんか。私55歳です。もうすぐ56になりますけれども、この年で頑張り始めました。あとお若い皆さんからのいろいろご指導もいただけましたらありがたいと思います。どうもありがとうございます。失礼いたします。